どうもシンガーソングライターの井上太郎です。そして山田です。りょうです。僕らも YouTube 撮ってるわけじゃないですか。撮ってます。はい、はい、まあ、YouTube やってたらやっぱり欲しいのって再生回数だったりとか、うん、まあ登録者数っていうところになってくるじゃないですか、うん、増えてくごとに僕らの認知ってどんどん増えてって、まあ、井の至るっていうアーティストが世間に知れ渡るじゃないですか。嬉しいですね、そうなったらね。うん、まあ、至るもいろんなアーティストを YouTube でカバーしてるわけじゃないですか。させてもらってます。はい、やっぱりファンが多いと言ったら、うん、ジャニーズなわけですよ。ジャニーズはやっぱりすごい。すごいじゃないですか。なんだかんだずっとすごい、うん、すごい。というわけで本日の企画発表したいと思います。はい、本日の企画、ジャニーズアキネータークイズ。おー、それではルールを説明します。はい、まずこのクイズは対決になります。あ、ここのね。そうです、2人の対決になります。で、僕が出題者で2人には回答してもらいますので、うん、で、僕はジャニーズの誰かを降臨させます。おお、下ろすんだ。下ろします。すごい、そんな技術があります。はい、で、2人は僕に質問してもらって、うん、その質問に対してはいかいいえで答えていくので、まあ、どんどん答えを絞っていって誰を降臨させたのかを当ててください。なるほど、ジャニーズの誰がりょうさんになりきってるか。そうです。お、当てるんだ。そういうことです。はいはいはい、おもろいな。面白いな。まあ、今回も対決なので、うん、正解数が多い方が勝利になるんですけれども、今回のご褒美なんですが、はい、親友の僕から熱い抱擁プレゼントいたします。いや、いらねえ。今日クソ暑いのに余計いらないよ、ね、本当に。まあいいじゃないですか、親友なんですから。いらんな、誰が見たいんだそのシーンを。いや、それはそうなんです。こんなにテンションが上がんないご褒美もなかなかないな。まあたまにはいいでしょう。まあいいか、まあそうだね、まあいいわ、たまには。はい、というわけで頑張っていってください。そこ。それでは始めていきましょう。はい、1問につき回答権は1人3回までになります。なるほど。それでは1問目、まず人を下ろしていきたいと思います。そんなシーンが。入った入った入った。質問どう。降りてきた。顔もヒントなのかな。なんか今しゃくれてはいたよ。しゃくれてはいた。じゃあ質問していく。そうですね、うん、じゃあはいはい、あなたはグループに属してますか。いいえ、なんかグループに入っていない。だからもともとソロでやっているか、うん、脱退したかどうですか。なるほどね。うん、それしか。でもいい絞り込みなんじゃない。そうですね、だいぶ絞れましたよ。お、マジ。はい、早い。ちなみに浮かんでる人はいるもん。あ、いるいるいる。あ、マジ。いる。まあ一問目だし。なるほどね。っていうところも加味して、そんなこう難しいとこ来ないだろうみたいなところも踏まえて今二択ですね。なるほどね。二択。二択。二択までいってる。二択です。すごいね。すごいな。二択です。はい。はい。あなたは。みんなが知っている代表曲を持ってますか。はい。おー、ちょっと分かっちゃったかもしれん。うそ。おー、はいはい。代表曲は、はい、一人で歌ってますか。いいえ、そのグループの時があったってことね。そうです、もう絶対 100% です。ちょっともう言っていいですか。え、ちょ、マジ、まあ、え、ちょ、待って早い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 。ちょっと待って、だったら押さなきゃ。もうちょい行く、楽しむ。もうちょい楽しむ。楽しむ。オッケーオッケーオッケー。はいはい。あなたは最近もよくテレビに出てますよね。はい。あ、ここで一発行くのか。ちょっともう分かっちゃったから、まあ上げてもいいよ。言ってしまえばもう凌介の答えのための材料みたいなもんだもんね。そうそうそう、どんどん確信に近づけてますけども、はいはいはい、さすがにっていう。はいはい。ちょっと肌黒めですか。はい。あ、まあどっちかというとね。どっちかというと、どっちかというと難しいけど。これお互い分かってるじゃないですか。せーの、よ、せーの、木村拓哉さん。正解でーす。いやいやいや、目の前にキムタク降りてんの今。あ、そう。ちょ待てよ。あんな顎しゃくれてた。ちょ待てよ。あと、ちょ待てよは言ってないから。そうだ、モノマネ芸人がやってるやつだから。そうだ、キムタクさんは言ってないのよ。なるほどね。だから最初だからね。そうですね。最初だからもう一発目の質問で木村拓哉さんか生田斗真さんかなと思ったんですよ。あー、そういうこと。そっか。そう、でもジャニーズファンなら多分全員あのさっさと抑えてるなて、うん、浮かんでると思います。なるほどね、うん、それでは2人目を下ろしていきたいと思います。はい、儀式が早めだね。早めに降りてきた。早めだね、スッと入る人なの。あなたはグループに属していますか。はい、うん、グループですね。グループですね、うん、はいはい。あなたの身長は180センチ以上ですか。はい。
おお、これ結構絞れたんだ。めちゃくちゃ絞れた。いや、山中のデータベースだと4、5人しかいないはずなんだよ。いや、いないいない。だってジャニーズってもともと背が低いんですよ、みんな。あ、そうなんだ。そう、すごいいい質問だね、今の。はいはい。あなたのデビューはここ5年以内ですか？いいえ。お、だからこの時点でだいぶ消えましたよ。だいぶ消えた。だってスノーマンは入ってないですからね。マウントがすごい。ストーンも入ってないですからね。ストーンズね。あ、すいません。ストーンズも入ってない。ストーンズも入ってない。はい。同時デビューだ。はい。はい。単発なことが多いですか？はい。はい。単発な印象がまあある。あるかなっていうことね。行く？3回あるもんね。ある。え？はい。じゃあ涼介さん。松岡くん。正解。おお。すごいわ。すごい。このヒントで出たのはすごい。すげえ。ちょっと前のジャニーズの人だと、うん、多分今現在所属してるのは松岡くんぐらいしか大きい人いない。そうだ、今浮かばなくて、松岡さんも180あるイメージが今なくて、あ、出てきてはいたんだけど、うん、そんなないかと思ったらすごいね。すごいわ。すごい、超ファインプレーだわ。すごい、これはすごい。気持ちいい。これ負けた、すごいわ。素晴らしい、りょうすけさん1ポイント。いやー、それでは3問目に参ります。はい、下ろします。はいはい、はい。一般的にあなたは若いですか？はい、いいえ。中堅ベテラン以上、まあ、30後半以上ってことだね。って考えておいた方がいいかもしれないですね。はい、はい。あなたはグループに属していますか？いいえ。結構絞られてますよ、そしたら。はいはい。あなたは声優の活動もやられてますか？はい。お、やってはいる。はいはい。あなたの身長は180センチ以下ですか？はい。そうだよね、さすがにね。もういないもん、そんなに。はいはい。あなたの曲を僕は歌えますか？はい。うん。ってことは曲あるんですね。はいはい。俳優業はやられてますか？はい。俳優もされている。ちょっとじゃあ近づいちゃうやついこうかな。お、あなたの出てたバラエティ番組を僕は見てましたよね。はい。ですよね。え、どういうこと？いやもう、いやでもな、まだまだな、ちょっとまだその中のだな。何を言いたいかはすごい分かったわ。でしょ、うん、で僕まだ一人には絞れてないんであれですけど。あ、じゃあでもこの人たちのどれどれかなんだろうな。あ、もう5分の1。なるほど。5人組ということですか、ね、違います。違います。冷たー。はいはい。最近あなたはライブやられてました？いいえ。なるほど。ライブをしていない。はいはい。あなたは強いですね。はいはい。あ、はい。岡田准一さん。正解。よーしよしよしよし、これは気持ちいいぞ。すごい、これは気持ちいい。素晴らしい。これすごいよね。すごい、ナイスプレーじゃない。全然わかんなかったわ。マジすごいね。ちょっとセイリーのさ、ね、道筋を教えてよ。まず、うん、中堅ベテラン以上ということが分かったんで、うん、最近のデビュー組ではないと。はいはいはい。あとグループに属してないと、うん、ってことは脱退したか解散されたグループ、なるほどね、で考えた時に、うんうん、まずポンと出たのが V6 なんですよね。なるほどね。まず年齢とか的にってことだね。そうで考えたら V6 だけは森田さんが、退所されただけで、あとはみんないるんですよ。ジャニーズ事務所にまず所属してるんですよ。はい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 、はい。で三宅さんは今でもライブツアーとかソロでやられてるんですよ。ああそうだよね。そうやってるんですよ、うんうんうん、でやってるから5分の1の順位を三宅さんが外れました。消えました。で4分の1ってなった時にナレーターとか声優もやってて、あと強いってなったらもう岡田さんだよねって言って。そうだね、声優もされてるんだ。やっぱり声がね、ちょっとそこ抑えてなかったわ。めちゃくちゃいい声ですから岡田さんは。ゲド戦記とかもやってるらしいね。そう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 、そうなんだ。やってるやってる。いやこれすごいんじゃない？いやすごいわ。すごいわ。これはいいぞ。ちょっとなんか俺のやつとは違って、なんかエビデンスがちゃんとしっかりしてるもん。なんかね、こうだからこうみたいな。ちゃんと掘ってったよね。俺なんか身長だけでいっちゃったから。よくいけたよ。単発と身長でいっちゃったから。よくいけた。よくいけたよ。松本潤さん。正解。わー、せこいせこいせこい。それでは次の問題。はいはいはい。あなたはここ5年以内ぐらいにデビューしてますか？はい。若手です。若手ですね。フレッシュです。でもね、結構多いんですよこの5年間でデビューしたグループって。5年って言われるとちょっと際どいところがちょっとわからないかな。でもはいはい。
5人以上のグループですか？絶対そう。はい、それしかないんですよ。ああ、そうなんだ。うん、突っ込んできたな。裏顔でね、お前の質問無駄だよみたいな枕なんかね、裏の言葉が聞こえたよね。いや、ごめんね、5人以上のグループしかないんです、この5年のデビューは。はいはい。あなた、身長180センチ以上ですか？はい。うわー、ちょっと待って。いや、もうだからこれは3択じゃね。あ、でも3択、まあでも3、4択かもしれない。4もいる？いると思う。え、はいはい。あなたはどちらかというと、醤油顔ですか？いいえ、あっさりした顔たちってことかな。あ、え、ちょっと待って、またやっちゃった。いや、わかんない。でもだってここで言っとかないと、もうまあでも3分の1だからね。そうだね。じゃあ行こうか、行ってみましょう。スノーマンの目黒蓮さん。正解。いやちょっと、いや、これは質問が良くないよ、また。で、俺の残りの候補2人も、うん、あの醤油顔だったわ。そう、そうなんですよ。ごめん、あのだってラフールさんとジェシー君、ジェシー君、ジェシー君、それで、それ聞いちゃダメよ。もう、目黒さんしかいないじゃん。言った後に気づいたのよ。気づいた。二人とも醤油だなって。もう目黒さん、あっさりじゃない。目黒さんもあっさり、超イケメンだから。爽やか。爽やか、もう超かっこいい。じゃあ、至るポイントで。よし、強れ。ちょっとむずいな。では、次が最終問題です。はい。次が最終問題なんですが。はい。まあ今ちょっとね、ポイントがイタルが勝ってるのかな。なのでやっぱりちょっとこれ勝ったとって、あの凌介が取ったとって、まあ、勝てないぞと。というわけで次の問題取った方が10億点でーす。おーす、救済措置。でも勝ったら凌さんから褒揚を受けられるんですよね。そうです、こんなにいい得点はない。しゃー、今日熱いぞマジで。気合入るぜ。あー、加藤下ろします。だいぶ簡略化されてきた。ベテランだな、もう。はい。あなたはグループに属してますか？はいはい。あなたは180センチ以上ですか？いいえ。はい、よかったよかったちょっと一応潰しとかないと。一応ね、俺の一番のヒントだから。確かに、うん。はいはい。あなたは一般的に見てベテランの方ですか？いいえ。お、じゃあ若手の方の可能性が高いですね、今のところ。はいはい。あなたのグループからは脱退された方がいますか？いいえ。お、じゃあこれはもうだって、あ、若いのか。そうだよ、若いんだよ。ベテランじゃないんだもんね。いや、そっか、ごめん、そうそう、じゃあ全然いるわ。そうだね、まだだってデビューしたての人だってことは最後にね。そうです、そうです。はいはい。あなたは最近ドラマに主演しましたか？はい、主演ドラマがある。主演、お、もう行く？あ、でも3回あるからね。はい、これで当てたらすごいよ。すごいよ、すごいよ。キンプリの、あ、違います。キンプリは一人脱退されてます。早いな。平野くん。違います。違います、すいません、全然違います。岩橋くんが退社されてます。今ソロでめちゃくちゃ頑張ってます。めっちゃマウント取ってくる。違います。はいはい。あなたのグループの曲を僕が歌ったことはありそうですか？またはカバーしたことがありますか？はい。おお、ちょっとこれせこいんじゃない？いや、だって山中は僕の友達ですからね、知っててくれて当たり前の情報なんじゃないですか。いや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 、ね、いやいやいや。じゃあちょっと山中が絶対知らないのに俺だけ確信に近づく質問します。やめてよそういうの。一緒に行かせて。はいはい。アートのグループに光る兆しという楽曲がありますか？これはデビュー前からね、ずっとある曲なんですけど。デビュー前から？ずっとあります、デビュー前から。はい。これはもう、え、ここ会話してるけど友達なの？そのジャニーズさんがの、ジャニーズ事務所の今方が降りてるんですよね。そうです。と、もうこれも知ってるよねってさ、この友達なの？いやいやいや、まあ僕がね、近づきすぎたなっていう話です。そういうことね。うん、もう6分の1まで来てますから。マジか。来てます。6分の 1？ 6 分の1です。ヒントあげよう。はいはい。あなたは身内に有名人がいますか？はい。これで今6分の2に絞れたはずなんです。今ギュンってなった。今こっち来た。あ、今ギュンってなった。違う人の足元にいたんじゃない？さっき。いや、違う人の足元にいた。今ここ来た多分。え、2択ってことは多分そうだよね。2択絶対。これはもうみんな知ってる情報ですよ。いやー、山中知ってる可能性あるな。いや、いっか。はいはい。あなたの主戦場はミュージカルですか？はい。あー、ちょっと待って、さすがにちょっとこれはちょっといかせてもらって。じゃあ、イタル回答お願いします。ストーンズ、京本大我さん。正解。あ
いやごめんちょっとこれはなんかごめんって気持ちなんかボコボコにしちゃったな、うん、ボコボコフルボコですよフルボコですマウント取ってボコボコにしましたね何もできなかったあのキムタク答えた時の俺帰りたいわあの頃に帰りたいわあれピークだったあの頃が楽しかった田中幸喜さんかあの俳優の京本さんってことだよね、うん、そうまさきさんねだからそれでギュッてなったんだだから、うん、あそっちかってなったんだけど、うん俺ちなみにその前どこにいたか分かる6か7、うん、あじゃあ何話男子かあ違うえ塚田くんだった違う違う5人組だし5人組だった多分全然ダメだったし ABCZ ねそう ABCZ の塚田くんを思いながら金髪はいますかっていうのを聞いてたわ、ね、全然違ったからね全然違ったね5人組だったんだね5人組失礼でしかないねそうしかもベテランなのよあベテランなんだベテランですというわけで今回ジャニーズアキネータークイズの勝者はイタルよしちょっとこれはちょっと申し訳ないな申し訳ないよもう申し訳ないマジでもっと勉強してそうだねああちょっと勉強してほしいいやでもちょっとこれを機に知りたいなと思ったでも、うん、そうなんだよねこういうのやるとさ普通にちょっと知りたくなるんだよね興味持っちゃったわかるわかるでここに詳しい講師がいるのでねそうねどんどん聞いていこうかなもうジャニーズはね大好きでございますほんとカバーもさせていただいてます引き続きお願いしますそれでは今回の勝者イタルには私から熱い抱擁を与えたいと思いますいいねおめでとうはいいいね皆さんまた月の動画でお会いしましょうじゃね熱い抱擁です願い続け